スーパーマリオメーカー。今回はヒカルゲームズさんが作ったコースを遊んでみたいと思います。今まで過去ないですね。クリア率 0.12。過去最低だな、これは。クリア率が。だよね。0.12 は。第一の試練、気を抜くな。ん?パックンがいっぱい。えい!パックンをスピンジャンプで超えていけってことかな?上向きに放って、ここ ?OK? からのからのこうかなでれれれん?のこのこか。とりあえず、ふっ!あぶね。倒して、ふっ!あぶね。ふっ!あぶね、これ。バネいるよね。よいしょ。で、バネで、長えの?ふっ!あぶねえ!あぶねえ!こういうことかな?多分。OK? からの?下見えないからな。下見えないもんな。どうする?壁伝いに行くしかない。なるほど!で?こう?こうかな?はい。で、これ出しいの。これも出しいの。落としいの。これ、危ねえ。ここ、冷静、冷静。冷静面、危ねえ。冷静面、オッケー。今のとこも地味にやらしいよな。ウェイン。ちょっとのこのこ一回復活待ちですね。壁の一番左、二つ目だったよね。壁の左、壁左から二つ目のエリアのラインに行けば大丈夫。だから、ここですね。このブロック。あぶねえ。のブロック。2.5 くらいから行かないとダメなんじゃない?このも ?OK。ん?これはどういうこと?こういうこと?うわぁ、結構むずいな。結構むずいな。冷静に踏む。怖え。よいしょ。これは倒して、OK。で、2.5 ですね、2.5。この辺 !OK! 結構思い切って向こう、あ、やばいな、これ。思い切って、行っちゃって OK! 思い切って行っちゃって OK! よし !OK! これはパタパタ踏んでいくやつだなぁ、多分な。ここ。いやぁ、運が悪いとダメなのか。いや、でも、すごい、順調に進んでんな。ちょっと自分がびっくりするくらい順調に進んでって終わろうか。2.5、2.5、2.5、この辺あぶねえあぶねえ今もうなんか、パックンとチューしてたわ。ほっ。思った以上に行ってよくて、下から上がってる時に勝負だな。ここだな。うわっ、さっき、運が、悪かった証拠。今のところは、ミニジャンで、いやー、真ん中抜けは無理だろうな、物言語。この辺?この辺かな?えぇ!行き過ぎじゃなくて足りなかった。あー!ここ!あー!支えたまえさんのコース。下クリア全然できなかったからね。ちょっとこの鬼畜系のコースをバッチリクリアしたいんだけどね。なかなか難しいもんがあるね。冷静になろう、一回。一回冷静になろう。倒して、冷静になろうね。冷静、オッケー。動体視力をフルに使っていこう。ない動体視力をフルに。ギリいける。はい。で、ボンミスをしない。ボンミスをしない。中間がないからボンミスをしない。オッケー。ギリギリまで。これは結構動きが荒れされてるのかなぁと思うんだけど。シンクロしてんのかなぁとも思うんだけど、そうでもない!あ、今踏めてたらいけてたなぁ、勢いで。くっそ。赤パタパタをギリッギリで1個目を踏めれば、かなり可能性が高くなることが今ので分かったから。ここは大丈夫。よーく見て。よし、さっきと同じ条件。
よっ、よし、オッケー、安定した、オッケー。ふぅ、これいいのかな、怖いな。さあ、取ってかないとダメなやつかな。あー、泳がさないとダメだったかも。ここまで来てそれは辛い。でも今はどっちにしてもダメだったから。ああ。オッケー、光明が見えた。光明が辻だ。これはいけるわ。もう攻略のあれが見えた。攻略が見えたって言ってから。フラグな？これがフラグだな。言わない方がいいやつだな。いらぬ死が2回ありましたが、さあ行きましょう。1回待ちます。下でーす。のこのこ待ちでーす。オッケー、ここ。左つぶし。ここで、胴体視力。オッケー。投げといて、投げといて。難関、2.5。ひー、怖えー !2.5、ほんと一番怖い。ここは大丈夫。くるんくるんしとけば大丈夫。条件同じします。早かったかも。あ、いける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 、オッケー。冷静。冷静！冷静沈着、オッケー。で、キノコじゃなくて、スターを泳がせつつ、キノコ取らなきゃダメですね。キノコ取っちゃダメですね。どこまで引き寄せられるかな。パックンファイヤー来ないっぽいね。オッケー、オッケー。落ち着いていこう。よし、オッケー、危ねえ、間に合った。あっしゃ、クリアできた。最後全然喋ってなかったな、俺多分。よーし、クリアできた。よかった。あ、もういいね、押してあるね。あ、勝てた、勝てた。はい、ということで無事クリアできました。ヒカルゲームズ第一の試練、最後まで気を抜くな。難しかったです。楽しかった。 ID は、いかんの通りですね、動画の概要欄に貼り付けておきますので、原作の補助にしていただけたら嬉しいです。で、動画撮ってたんだけど、これがクリアできなかったんですよね。運命の2択でさ、一番ゴール手前のところまで行ったんだけどね、攻略法が見えなかったんですよ。一番右に土管が見えるから、途中入れなかった土管があるんで、それに入ればいいんだろうけど、入り方がね、ちょっとわかんなくてね。うん、やっぱわかんないなぁ。入り方がわかんなかったんで、クリアできませんでした。クリア方法がね、全然わかんなかったんだけど、これも楽しかったですよ。運命の二択。はい、皆さんも楽しんでみてください。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。